おはようございます。おはようございます。ポイントだけだよね、多分スイングがめちゃめちゃいいからさ。あ、今日の女の時はめちゃめちゃドンピシャ。昨日のレフト前も先っぽすぎて、レフトがもうちょい帰るとか。いや、おざっす。まあ、昨日の練習試合から今日の大会ということで、まあ、気持ちを切り替えてね、今日は新たな気持ちで暗い顔せずやっていきましょう。さあ、もうやるしかないんでね。はい、じゃあ先発オーダー発表します。さあ、この日のオーダーは丸子をね、3番でも良かったんですが、前回の新メンバーでまだね、ノーヒットでちょっと力んでたので、気楽に打ってもらおうと思って6番で、海星を3番に、してみました。木下と瑛太は準備しててください。はい、はい、ということで今日も、キャプテン大工はどうだ。はい、はい、お願いします。はい、でルールがちょっと時間的にもともとは打ち切り1時間50分だったんですけど、グラウンドを取ってった場合は7回までしっかりやっていいとのことなので、しっかり7回までやると思ってください。でうちは高校です、まあ、何も変わらないのでやることはやるだけだと思います。で昨日の言ってたね、その高見さんの言った、ヒットとフォアボールの価値っていうのをね、しっかり把握した上で繋いでいきましょう。いいですか。はい、はい。さあ、この日のルールはですね、この赤いドテロラインも超えたらホームランで、ゴロでそのまま突き抜けるとエンタイトル2ベースというルールです。まあちょっと変わった球場だから、声かけ合ってセンターとか多分結構前にいるから、間のフライとか多分ほとんど落ちないと思うんで、まあその辺内野とちょっと連携取りながらやって、で逆にレフトはちょっと深めに守ったりする可能性があるんで、まあそこのケアはちょっとしつつ、まあ、そういう状況判断とかしっかりやって、だってフライがちょっとね見にくい可能性は、太陽が正面にあるから、でセンターとかもそうだけど、あの出てきた時にちょっと見えない可能性があるから、だからフライは全部全員で追って、で声かけ合って、まあ、さっきも言ったように塁出たらもうかなりうちにとっては有利なんで、みんなで喜んで、ね、勝ちにいきましょう。よっしゃ。よし。いいねー、ガミー。そうですね、前回の大会でやっぱ最終回に負けちゃったんで、やっぱそこ哲太から勝ちで受け継いで、そこ絶対に抑えて今日は勝ちたいなっていう、もう本当に勝ちに貪欲にっていう感じで考えてます。はい、そうですね、新しい選手も入ってきてるんですけど、まあ、周りが結構フレンドリーなんで、すぐ溶け込めてるのかなって思います。はい、個々の能力高い選手がどんどん入ってきたりとかもしてるんで、まあ、それがあとチームワークに変われば必ず強くなるチームだと思ってます。はい、ちょっと前回の試合で、まあ、逆転負けという悔しい負け方をしたので、今回まあ、先制点取るのはとても大事だと思うんですけど、取った後も油断せずにワンアウトしっかり追いかけられるようにしていきたいなと思ってます。まあ、あの負けは正直日本一を取るためには必要な負けだったというか、もっとこう野球を突き詰められる細かい野球をやっていくために必要な負けだったのかなと思うので、それこそ高見さんとかと走塁の話とか、もっとこうできたらいいっていうのを話して、より細かい野球をできるようになったと思うので、それはいい点だったのかなと思います。チームとして2回目の公式戦ということで、まあ、前回ちょっとまあ、いい試合はしたんですけど、まあ、負けてしまったっていうところで、まあ、チームとしてはこういろいろとこう課題がある中で、いい形が今日できれば、まあ、相手も強いのでそんな簡単じゃないと思いますけど、まあ、チーム力っていうところが前回よりも
高めてやっていければいいんじゃないかなって思います。まあまだまだですけどね、正直まあ、練習の日もやっぱりまだ少ないですし、まあ一人一人こう課題だったりとかやっていかないといけないっていうところは、まあ個人個人で話をさせてもらって、まあ、その中で少しずつ、まあ、改善はされてるかなとは思いますけど、まあ、そういうところをこう今後どんどん突き詰めていって、まあ、いいチームに強いチームに、まあ、していけたらなっていうところはありますね。さあ、それでは見に行きましょう。ビクトリアリーグのサマーカップですね。とにかく明るくやっていきましょう。はい、チームチャンスゴー、最後。さあ、1回戦ベイちゃん対東京ドナルドダックさんの試合となります。1回の表見ていきましょう。さあ、ベイちゃんは高校ということで、ベイちゃんの先発はテッタですね。さあ、この日のオーダーはこのようになっております。さあ、まずは初回の守りがかなり大事になってきます。前回桑田真澄杯で負けてからの、次の新しい大会となります。この大会はね、まあ6回勝てば、日本一という大会なんですが、まあ、かなりレベルの高い、関東の全国でも強豪校じゃないですね、強豪チームがかなり集まるような、大会となっておりますので、もう1回戦からずっと気が抜けないような大会となっております。さあ、先頭はサードゴロ打ち取ってワンアウト。はい、さあ、続くバッターをピッチャーゴロで抑えてツーアウト。蹴った素晴らしい立ち上がりです。さあ、続くバッターはセカンドゴロ。海星は守備うまいですが、落ち着いてさばいてセカンドゴロで三者凡退。素晴らしい。さあ、いい滑り出しということで、さあ、いい入り最後、はい、ヘッドナイスピッチャー、ちゃんと見とくよ。ありがとう。さあ、守りからリズムを作って初回の攻撃、1回の裏見ていきましょう。先ほど言いました、マルコをね、3番に置いてもよかったんですが、この日、マルコを6番に置いてリラックスしていってもらおうと。そして、まあ、海星を3番に置いて、海星絶好調ですからね、つなぎの3番に置いて、5番に翔太で、7番が、前回絶好調だった近谷、そして8番にラッキーボーイの増田と、9番はショートの水上ということで、水上がちょっとここまでノーヒットだったんでね、ちょっと9番に置いております。まあ、水上は守備の人ですからね。さあ、先頭西垣は高く打ち上げてショートフライでワンアウト。最後で、さあ、続くバッターは2番の田上さん。さあ、これちょっと詰まってしまいました。このフライがサードを取ってサードファールフライで2アウト。さあ、そして3番に抜擢した今日は海星。さあ、この打球がレフトが追ってレフトオーバーとなります。ナイスバッティングでした海星。素晴らしいバッティングでレフトオーバーのツーベースとなります。さあ、そしてバッターは4番のサワラギ。さあ、サワラギもね、バッティングの調子はずっといい状態を保っています。さあ、今の甘い球ちょっと惜しかったですね、ファール。まあ、今の球触れてるので、さあ、次も甘い球が来たら打ってほしいところ。これはナイスボールですね。ちょっと外に外れて2ボール1ストライク。さあ、この球を引っ張ってサワラギの打球が速かったので、そのまま、土手の方に登っていったのでエンタイトルツーベースと、このグラウンドルールになりますので、二塁ランナーの海星がホームイン。と3、4番素晴らしい2人のバッターで先制しました。素晴らしい立ち上がり。さあ、続くバッターはチャンスに強い5番の翔太。さあ、見逃し三振で翔太は3アウトチェンジということで、さあ、2回の表見ていきましょう。さあ、点を取った次の回の守りがかなり大事になってきます。さあ、その先頭フォアボール出してしまい、かなりね、先頭のフォアボールというのは得点につながるので、この回しっかり締めていきたいところ。行こうぜ。リードちっちゃいぞ。
さあこの打球サードに高く上がったファールゾーンのフライボール西垣が取ってワンアウト。これはラッキーでしたね。さあなおもワンアウトランナー一塁。さあこの打球がぐんぐん伸びて伸びて伸びて、これが土手には乗らず道路でのワンバウンドで土手に入ったので、これはエンタイトルツーベースというふうになります。あの道路を越えて土手の斜面に打球が入ればホームランという大会ルール、このグランドルールですね。さあ今のホームランじゃなくて助かりました。ただピンチは続きます。ワンアウトランナー二三塁。さあ点取った次の回なので、ね、ここも、打たれてね、内野安打エンドランとかで1点取られて追いつかれると流れがね向こうに行ってしまうので、ここはなんとか三振が一番いいケースですね。いやナイスボールです。さあこの球で三塁ランナーが飛び出していて、西垣が足速いですね。素晴らしい。はい、強殺プレーでツーアウト。これもついてますね。西垣のあの守備の足にはね何度も助けられています。さあツーアウトでランナーは二塁。いやー、さあこの打球を取って西垣がサードライナーでさばいて、なんとかスリーアウトで打ち取りました。素晴らしい。さあ2回の裏見ていきましょう。さあこの回は、6番に今回置いたマルコからですね。刷新メンバーのマルコ、前回はねフォアボールとか出塁はしてくれたんですが、ヒットがまだ出てなくてちょっと力んでる感があったのでね、まあちょっと気楽に言ってもらおうと思って6番にしました。まあ6番っていう打順はかなりね重要な打順ではあります。さあこの打球今日木製バットに変えてからのこの打球がなんとセンターオーバーのホームランとなります。マルコナイスバッティングでした。見てくださいこのバッティング、木製バットに変えてちょっと詰まりながらの打球がやっぱり軟式が飛びますね。これがぐん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 伸びてホームランとなります。ナイスバッティングです。6番に置いて早速打ってくれました。素晴らしい。マルコナイスバッティング、チーム初合流して初ヒットがホームランということでマルコらしいですね。さあ7番ライトの近谷。よっしゃー。さあ波に乗っていきたい場面。使います。さあこれうまく捉えたんですがサードの正面でした。サードゴロでワンアウトとなります。さあそして8番ラッキーボーイの増田、前回の練習試合ではレフトオーバーのツーベース、フェンチョクのツーベースとライトオーバーのランニングホームランを打っております。マス大きいのいらんぞ、大きいのいらん。さあ増田はね、上位打線だとちょっと性格的に力んじゃうので、下位打線で、気楽に打ってる方が増田的には伸び伸びできるかなと思って、基本的には増田はやっぱり7番8番もしくは2番、ぐらいが一番いい打順かなと思って増田は起用しています。さあそしてここうまく拾った打球がぐんぐん伸びてなんと弾丸ライナーでホームランとなります。増田なんと2日連続の2試合連続ホームランとなります。素晴らしいバッティングです。さすが増田ということでこれで3対0となります。ラッキーボーイ、素晴らしいですね。ナイスバッティングです。さあということで9番ショートの宮上、ここまで宮上もね、大会はノーヒットなのでね、なんとか今日ヒット1本出ればいいなと思いながら見てました。ただここはフォアボールということで素晴らしいです。ヒット以上の価値があります。フォアボール、これは宮上素晴らしいです。さあここで1番のサードの西垣、さあこの打球を惜しい、これうまく捉えてほしかったんですが惜しかったですね。これもレフトフライとなります。いいところには飛んだんですがレフトが追いついて高く上がりすぎましたかね。さあ2アウトでランナーは1塁でバッターは田上さん。さあワンボールワンストライクのカウント。さあこれナイスボールでしたね。さあワンボールツーストライク、追い込まれてから、さあこの高めの球をセンター前、ナイスバッティングです。さあそして一塁の宮上は一気に三塁まで走って、これは好走塁ですね。さあセンター前ヒットで一塁ランナーが三塁まで行くのはこれ宮上ナイス判断でした。さあ2アウトランナー1・3塁で今日3番に置いた海星、
さあこの打球がうまくいいところに飛んでくれました。1塁間抜けるタイムリーヒットとなります。3番に大勢を置いて采配的中でしたね。さあこれで4点目が入ってベンチャー4対0となります。さあなおも2アウトランナーは1、2塁でバッターはサワラギになります。さあここチャンス、さらに追加点が欲しい場面であります。一気に突き放したいところ。さあこれはナイスボールですね。カマカマチェンジアップですかね。ナイスボールです。さあワンボールツーストライクのカウント。さあこの外の低めの球打ち上げて、この打球をレフトが取ってスリーアウトになります。これも結構飛んでましたけどね、レフトがだいぶ後ろ下がっていました。ということでこの回は3点追加して4対0、いいリズムです。素晴らしい。